トランスペナインエクスプレスはイギリスの列車運行会社。スコットランドの公共交通運営会社であるファーストグループの子会社でイングランド北部とスコットランドの地域、都市間列車を運行している。トランスペニーエクスプレスとは訳する資料も存在する。トランスペナインエクスプレスという愛称は1990年代にイギリス国鉄が複数のセクターに分割された際、 地域輸送部門であるリージョナルレールウェイズによって命名されたのが始まりである。民営化後はノーザンスピリットに受け継がれたが2000年に発表されたイングランド北部のフランチャイズの再編により長距離列車網が独立したトランスペナインエクスプレスフランチャイズとなった。2003年7月、このフランチャイズの運営権が ファーストグループとケオリスによる合弁事業へ授与されることが決定し、2004年2月1日から、ファーストトランスペナインエクスプレスとしての運行が開始された。この後、2007年11月には、バージンクロスカントリーが運行していた、マンチェスターピカデリー駅エディンバラウェーバリー駅、グラスゴーセントラル駅間の都市間列車がファースト、トランスペナインエクスプレスに移管された。 2014年7月からは次なる運営者の選考が行われ2015年12月にファーストグループに授与されることが決定した2016年4月1日からブランド名を元のトランスペナインエクスプレスへ戻した上で列車運行を開始し2023年3月31日まで運営されることになっているまた同日以降フランチャイズの見直しに伴い マンチェスター空港駅、ブラックプールノース駅間、マンチェスター空港駅、バロー・インファーネス駅間、オクセンホルム駅、ウィンガミア駅の運営権がノーザンに移管されている。2018年10月現在、トランスペナインエクスプレスは以下の3系統で列車運行を実施している。また、2019年5月からは、リバプール・ライム・ストリート駅、グラスゴー・セントラル駅間を ウェストコースト本線を用いて結ぶ系統が、同年12月以降は、クロスカントリーと合同で、リバプールからエディンバラウェーバリー駅を経由し、ニューカッスルへ向かう系統の運行を開始することが、決定している。ファーストトランスペナインエクスプレス時代から継続して、使用している車両に加え、2019年以降は、カフ、日立製作所などが製造する。 各種車両を導入する予定となっており、それらの車両には NOVA という愛称が付けられている。ありがとうございます。